なんかクラブからなんか私先にこうやって手で上げちゃうんですよ。だからなるべくこう体で上げれるように先に意識してから体の正面で捉えたいので、なるべく体で上げて体で打てるように。リボットだった。あ、リボット。うん。あ、でも暖かい。暖かいですか？暖かくない今。いや、ちょっと寒い。本当に？はい。でもなんか、何枚ですかこれ？2枚。もうこれが暖かさっすね。なんかアルミなんだよ。めっちゃ暖かい。え？すごい。すごい。足が寒いけど。これバービー。え、そう、なんかパーリーゲートのバービーが好きになった。パーリーとボービーですか？そう、コラボしてたの一時期。その時めっちゃ好きで。好きそう、バービー。え、バービーめっちゃ好き。人形とか持ってないんだけど、服が好き。人形持ったらやばいっすよ。なんかあんま途中で止めないですね、うん、あと今のところ結構硬かったから、そんな砂を取ろうっていう風にしなかったです。あとあんま私開かないんですよね、フェイスとか。思いました。開いてるつもりだけど、 あれが最大限って感じ。え、全然開かないって思いました。本当に、はい、開かないです。あんま距離がなんか多分合わせづらい。へえ。だからなんかあんまアプローチと変わんないかな。女子大生なんですよね。大学院行ってる。の日常、うん、ってどんな感じですか？日常はでも今は週に 2,3 回しか学校行ってないんだけど、ちょうど学年末でレポートが溜まってて、ゴルフして勉強して、夜勉強してるかな今は。学校ない日は昼間ゴルフして。学校では女子も男子もって感じで、ほとんど女子だし、あと日本人があんまりいないかも。その通うとかにとってる授業だと日本人2人ぐらいしかいないし。楽しいですか？楽しい。しんどい、結構しんどい。勉強は今やってるのは社会言語学とメディア系と、あと心理学やってるんですけど、結構幅広く何でもやります。大学の時は理系の授業も取ってたし、何でも取れるんで何でもやります。興味持ったやつは。体育とかあるんですか？体育、大学の時はあった。ゴルフ取ったよ、一回。ゴルフとか卓球とか取ってた。卓球面白いですよね。私最近卓球ハマってるんですよ。強そう。
私一番苦手です、風向いたら。パターが怖い。まあ、パターも怖いけど、全部怖いです。スライス打ちたいなって思って、でも上にも木があるからあんまり高い球が打てないんで、それだけ気にしてるかもしれない。失敗しちゃいました。田中みな実ちゃんめっちゃ好きなんですよ。なんか目指してて、ああいう清楚な感じがいいなと思ってて、なんか待ち受けも今田中みな実ちゃんにしてるんですよ。ちょっと見せてください。めっちゃ可愛いから、このなんか、わお、わかる？これ、この体になりたい。12時59分。あれですよね。なんか、透明感って感じじゃないですか。でもなんかアナウンサーのめっちゃ曲アナの時よりも今の方が全然綺麗。全然違くない？はい、めっちゃ綺麗本当に。なんか仕草とかも好き。女子って感じ。わかる？喋り方とか仕草とかを目指してます。なんでノーコメントなの？いや、もうギャルで言った方がいいと思います。ギャルになれない。いや、もう十分ギャルですよ。全然ギャル。清楚に近いギャルみたいな。あー、でもいいことじゃない？結構、はい、結構褒め言葉だと思います。そう、受け取ったか。はい。てか、もう今スコアがヤバすぎるなって今。いや、そうですね。ヤバいぞ。意外と難しくない？木がいっぱいあって、はい、狙おうとして風がなければ、うん、そんなに距離も、うん、いける気がする。だってさ、ドライバー170ぐらいしか飛ばなくない、はい、アゲンスト今だって340の、うん、残り180ってやばいですよ。やばいやばい。だって170とかで計算できないから分かんない。160です。バーディー取ろう。取りましょう。バーディー取る。やばい、今日ノーバーディー。でもバーディー取ったらさ、3バーディー、このスコアだけどさ、3バーディーだったらよくない？はい。バーディー取ろう。私ノーバーディーなんでバーディー取ります。うん、取ろう。取れなかったらモノマネやって。取ります。取れなかったらモノマネやろう。何のモノマネがいいですか？え、そんなレパートリーあるの？しんちゃんなら。あ、それでいい。見たい。シングほのみなんで。あ、それでしんちゃんなの？うん。え、見たい。いやだ、絶対撮る。え、何がいい？ちょっと面白いね、今日。何がいいかな。ジャイアンとか。ジャイアン、やってみるわ、頑張る、ちょっと。ジャイアンか。いや、ジャイアンですか。分かった。私、ジムでたまに自転車漕ぐ人はでっかい画面になんかテレビがポン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 ってあって、ランニングする人は一人一個あるんですよ、うん、でなんかそのでっかいのまず見て、あ、マルコだと思ったらマルコつけます。マルコか。でも大体マルコ間に合わないんですよ、サザエになっちゃう。あ、ちゃんとサンってつけて。でも私マルコの方が見たいです。マルちゃん尊敬してるから。
まるちゃんダメだらしないから。あなたさんよりまるちゃん派だから。わかります。まる子とサザエ。でもいいです。あー、え、両方難しいな。ジャイアンね、ジャイアンはなんか想像できるんだけど、マルコってどうなんだっけと思った。毎週見てるのかな。漫画も持ってたもん。なのですマルちゃん。あー、えー、え、マルちゃん漫画あるんですか。あるよ。さくらももこって人が書いてんだよ。本当に知らなかった。若いってこないね。ってちびまる子ちゃんに出てきます。そうね、そうそうそう。え、あのまるちゃん、まるちゃん、まるちゃん、え、違う、え、さくらももこがまる子。そう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 。え、違う、あの、ち、え、まる子のキャラクターにさくらももこっていますよね。いや、あれが作者、あ、漫画家。あ、そういうこと。思ったより距離残りました。どれ。え、あのサードガイス。うん、あのちょうどよくない。え、そうですか。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結局最後バーディー取れなかったんで。そうですね。モノマネをやりますか。はい。どっちからやる。どうぞ。じゃあジャイアンいきます。おい、伸びた、野球しようぜ。待って、全然似てない。ちょっと待って、やばいんだけど。それもう一回ですよ。もう一回やっても変わんないと思うんだけど。変わんないか。芦田愛菜ちゃんいきます。あのね、芦田愛菜だよ。これなら OK。 めっちゃ OK。 じゃあしんちゃんお願いします。おい、ほら、野原しんのすけ、どうぞ。はい、ありがとうございます。かわいかったって感じです。後半も頑張ろう。頑張りましょう。じゃあお昼行ってきます。行ってきます。